い、どうもショフィンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。じゃあいいですか。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、お願いします。ちなみにニックネームとかあるんですか？ニックネーム、そうですね、なんかヨッシーとかヨッちゃんとかって呼ばれてます僕苗字が吉川ではいはい、はい、ヨッちゃんって言われてるんですよ。あ、そうなんですか。ヨッちゃんだよそこかぶりおもろ。まず最初に何の動画見たんですか？断捨離動画でしたね。なんかあ、断捨離はい、ショビーさん黒い T シャツ着てて、前なんか、はい、住んでた阿佐ヶ谷ですか、ね、いや阿佐ヶ谷の前だと思います。あ、初台ですか？あ、そうか、そっちだ。あ、はいはい、そっちでなんかもう、はい、机一個とかみたいなあの状態を見て、はい、あそこら辺のなんか、はい、その断捨離動画を見て、はい、おやろうと思って完成な。じゃあいいですかね。じゃあお願いします、はい、オープン。おいいなぁ。ちょっと癖のある水2リットルが何の癖ですかこれは1日に2リットルの水を飲むっていう習慣があって、はい、あ、本当だ、ここにある。これ裏側にも、はい、多分13本ぐらいありますね。へえ、水だけなんですか飲む？基本的には水ですね。へえ。でプラスでなんか朝とかコーヒー飲んだりとかするんですけど、はい、コーヒー飲んでも水は2リットル飲みきるっていう、はい、そうですか。あ、すごいです。いつからですかこれは？今年の1月から始めました。で1月の頭からスタートして。はいはい、はい、え、どうですこれ飲んで変化ありました？めちゃくちゃなんか肌が綺麗になったねって言われましたね。なんかツヤが出たみたいな言われたりとか。はいはい。え、トイレの回数めっちゃ多くなりますよね。多くなりますね。そうそうそう。そうなんですね。ちょっと仕事に支障が出るぐらいで、うん、初めは。ちくわさですよね。まだ6年ぐらいですかね。あ、6年ぐらいですか。6年ぐらい。え、じゃあこれこうガンガンガンってやると隣に響いちゃう感じの。多分でも響くと思いますね。昨日とかなんかすごいうるさかった。うるさかった。すごいうるさかったんで。じゃあ、今日僕たちうるさくならないようにしますね。そうですね。お、おー。あ、でもこれまたなんか考えられてるすっきりした空間ですね。あ、何ですか？ 8.2 畳とかですね。あ、8.2 畳。はい。あ、広いですね。意外とありますね。セミダブルにしたいなと思っちゃってるぐらいです。なんか腕広げて寝たい。気持ちいいですよね。気持ちいいですね。寝るとき大事ですよ、それ。大事ですね。わ、おしゃれ。ありがとうございます。めっちゃおしゃれ。ありがとうございます。これこだわりポイントなんですか？これそうですね。うん、このラック、まあ楽天で買ったやつなんですけど、はい、普通に9000円とかそんなもんなんですけど、お、へえ。もう黒いデザインっていうのと、はい、あとこの形シンプルなやつっていうのを選んで、はい、どうしてもそのクローゼットが小さいんですよね、自分の部屋。ああ、クローゼットこれですね。はい、これなんですよ。ここにまあ冬物とか詰めたりするとどうしてもやっぱ入んなくなってきちゃうんで、なるほど。シーズン物はこっちにかけとくっていう感じです。ちょっと洗濯してて何本か抜けてるんですけど、はい、大体全部で8着ぐらいなんですよ、ね、多分。へえ。上が8着7着ぐらいですかね。あ、でこれなんですか？これはですね、ちょっと癖があるんですけど。これなんですか？これ自分の下着とか、はい、なんか例えばキャッシュカードとかなんか普段使うようなものが入ってて、はい、なんかどっか出かけるってなった時にこれもそのままバッと持っていけばいけるみたいな。その代わりその下着とかを入れる収納っていうのは特になんか、まあいいのあるんですけど入れてないですね。こっちに入れてるっていう感じです。こっちに下着とか入れて出かける時にバッて取って、バッて取って行くみたいな。あ、なんかちょっと旅行に行くみたいな感じですか？そうですね、なんか旅行に行くとか実家帰省する時とかはもうこれこのまま持っていけばいけちゃうんで、うん、僕の顔とほぼ変わんないじゃないですか。そうですね、比べても全然。うん、まあ、これが動画で紹介させてさ長期旅行の時どうですか？長期旅行の時は中にキャリーケースがあるんで、あ、あるんです。キャリーケースとまあこれとか、はい、たちミニバッグを背負っていくみたいな。あ、はいはいはい、そういう感じの組み合わせでちょっとやってますかね。なるほど。もう統一感ってめっちゃおしゃれですね。ありがとうございます。本当ですね、統一はちょっとなんか頑張ってたりします。統一に結構こだわり持ってますね。いいですね。ここ上の、はいはいはい、棚めっちゃ綺麗、おしゃれっていうか、おしゃれですよね。これ空っぽなんですよ。はいはい、空だ、空っぽなんですよ。こっちもそうで、多分、はい、もちろんなんかケーブルとかっていうかな、なんか基本的に何も多分入ってないですね。あ、入ってないですね。特に入れるものがないってやつですね。なるほど、持って余してる感じで。そうなんですよね、収納結構なくらまっちゃってるんですけど。それ、その非常用のなんか非常食みたいな。非常食はちょっと下に缶詰とかカップ麺とかキッチンのシンク下に用意はしてるんですけど。ああ、なるほど。まだちょっとまとまったものは用意できてないんでしょ。これからちょっと用意していきたいなって感じですね。持ち出し袋ですね。このベッドのはい、こだわりは何かですか？ここのこだわりは、ここのこだわりはちょっと色を、はい、まあ、全体的にちょっとこう自分
暗めの色とか結構好きなんで、はいはい、ちょっとテイスト合わせてダークブルーみたいな、うん、これ下の布団もそうなんですけどちょっとダークブルーみたいな布団を入れたりして、ね、ちょっとこう、はい、なんていうんですか、ね、落ち着きのある色っていうのを意識して、うん、はい、落ち着いてます。ううでその隣にソファー、ソファーですね、はいはい、これ今までこう、はい、ソファーをこっちにあってベッドがこっち側にあったんですけど、ああ分かります、すごい圧迫感があったんですよ、うん、あなんで一緒にくっつけてみたらどうかなと思ってやってみたらこれやるとすごく広く感じるようになったんですよね、うんうん、なんでちょっと今この配置で、なるほど、割と 2,3 ヶ月前にちょっと見直ししてやってみたら、うん、これいいなと思ってこれめっちゃいいです。もうそれを考えるきっかけになったのはこれを買ったっていうのがあるんですけど、あ、そうなんですね、ちょっと在宅勤務用でちょっと机を新調して、はいはい、置くってなった時にここにソファーがあると置けないじゃんってなって、はい、なるほど、見直さなきゃと思って、それでなんですね。そうなんです、これを新しく入れたとしてもまだ広く感じます。そうですよね、なんか広く感じます、すごく広く感じますよ。そうなんですよね、この辺の多分何もない感が多分結構広く感じさせてるかもしれないですね、はいはい、手前の、そうですね、いいですね。じゃあちょっとその机座っていただいていいですか。あ、はい、わかりました在宅勤務はどれぐらいやってるんですか。在宅勤務大体月でいうと3分の2ぐらいですかね、はい、結構だから在宅勤務が多いですね。多いですね。出社するのは大体月で、はい、多分7日8日ぐらいですかね。おお、そうですね、あんまり出社しなくても OK の感じですね。おお、いける感じで、はい、じゃあここで1日どれぐらいやってるんですか。ここで仕事するのは1日8時間から10時間とか結構やってますね。やってますね、がっつりやってますね。ただまあ自分の業務上月頭は結構忙しいんですよ。はいはい、で月半ばから下旬にかけて一気に業務量が減るん で、うん、でフレックスタイムで働いてるんで、うん、もう月最後の方月末だったりは、うん、5時間とか6時間働いたら退勤みたいな楽ですね。楽ですね。だからもう3時とかに上がってる時もありますからねいいっすね。そうなんですよ。うん、これもちょっと色をあの落ち着けたダークグレーっていうんですか、うんうん、だからダークグレーじゃない、ダークブラウンか、うん、ちょっとしたんですけど、これもちょっと部屋のこのテイストと合わせるためにちょっと色を選んだっていう感じですかね。合ってますね。ただちょっとこれ最初買った時に思ったよりでかいな在宅勤務用だともっと小さくてもよかったかなとか思ったりしたんですけどまあ実際使ってみたら結構ちょうどいいですね。いや、机の広さ結構大事だ。大事ですよね、はい、大事ですよね。だって僕のあの押し入れですめっちゃ狭いですよ。ああ、そうですよね楽天でいくらだったの。これでも結構安めで買ったんですよ、これも楽天で買ったんですけど、あんまりなんかそういう余計な引き出しとか、うん、そうですね、余計な装飾ちょっといらなかったんでなしのものを選びました。じゃあ例えばそのパソコンとかどこにあるんですか。パソコンは今あのクローゼットの中にしまったよ、うん、ああ、なるほど。プライベートの時は仕事のものはしまっておいてみたいな。わかります、わかりますまあ僕は今プライベートと仕事混同してるんでそれはそれでもまたなんかショッピーさん大変されるって感じでいいですまあ確かにそうですねじゃあそのカバンは何ですか。これは一応仕事行く時のカバンで、またこれおしゃれですね。はい、これもちょっとどこなんですか。これポーターですね、デザイン的にすごくこう落ち着いてて、これもなんか上品な感じがして、はい、そう落ち着いてて上品なんですよね。そうなんですよね。なんかあと素材がやっぱすごくいいんで、はい、これもなんか中内側が防水加工みたいにされてるらしくて、はいはい、雨とか、まあ、降ってきちゃったとしても、はい、中が濡れたりはしないっていう、あ機能性もバッチリバッチリっていう感じです。でこれもまたおしゃれなんですよね。これちょっとこれ何ですか。これなんかなんかあの何でしたっけ、楽天スーパーディールって知ってますよ。知ってますよ。あのあれでたまたま前5000ポイントぐらいもらえたんですよ。あ、すごい。なんかもらえたなと思って何かでも使わなきゃなんか1ヶ月で出航しちゃうなと思って、はいはい、それでバーって見てたらこのなんか、はい、何ですかね、この財布とかいろいろ置けるケースっていうのが4000ポイントぐらいで交換できるってなって、うん、あ、すごい。あ、じゃあこれにしようと思って買ったんですか。これはそうですね、キーケースですね。ほうほうほう。これはポーターのキーケースで、これの中には結構実家の鍵が入ってたりとか、これは何かこうつけるときにこうカラビナとして使うようにしたりとか、あとこれエネキーって車のガソリン入れるときの、これにクレジットカードと T ポイントカードが紐付いてて、え、すごいですね。ピッてやるともう給油スタートできるんですよね。これめっちゃいいです。あ、すごい。でこれが今自分エミニタイムフィットネスかやってるんで、それこのままやってました。あ、言ってました。このままやってました。やってました。そうなんですよ。これが今ベンチ何キロですか。ベンチやったことないです。やったことない。エセキンってそこやったことないです。そこやったことないですね。こう引っ張るやつ、こう
あー、懸垂マシン、懸垂マシンってやば、あ、そうです、そうです、はいはい、あれとかダンベルとか、はいはい、あとなんかこうなんていうんですか、この押す、なんか20キロぐらい盛り付けてこう押すやつとか、ありますね、ありますね、はい、ああいう、そうです、うん、あとはワイヤー引っ張るやつとか、はい、割となんかちょっとフィットネス目的で行ってたりしてますね、うん、あ、なるほど、はい、マッスルよりかフィットネス、そうですね、割とマッスルよりフィットネスって感じですかね全然いいじゃないですか、そうなんですよね、へー、これが、おうおうおう、これが彼女からもらった時計なんですけど、あ、今さらりと彼女色アピールしたそうでしたね、なんか前彼女のこととかなんとかっていう話ありましたもんね、ありましたよね、うんうん、ちょっとじゃあそれはまた後ほどブルーライトカットです、あ、ブルーライトカット、え、めっちゃおしゃれじゃないですか、これ思ってます、全然違う、あ、違います、あ、めっちゃプラスチック感すごいです、あ、本当ですか、これゾフで買ったんですけど、あ、ゾフですか、普通に多分6、7000円で買えて、へー、 50% カットですね、50% カットで、これつけると本当にパソコンの目疲れが減るんですよ、痛くないですよね、ですよね、なんかもうこれ、うん、本当様々で、はい、この間ちょっと出先で忘れちゃったんですよ、はいはい、しかも結構遠いところに忘れてきちゃってやばと思って、でそのお店に連絡して届けてもらったんですけど、そのやっぱり1日ぐらいラグがあって、タイムラグがあって、その1日だけはもうラガンでパソコンやったんですけど、めっちゃ目疲れました疲れるんですよね、これのありがたみを感じました、いいですよね、本当にこれ大事です、何ですかこれ、これは、うん、なんだっけな、これなんか中学生ぐらいの時に親戚の方からもらったんですよ、はい、望遠鏡らしいんですけど、はい、この望遠鏡で月が見れる、なんか見れるらしいんですけど、なんか自分見えたことなくてですよね、なんかちっちゃいちっちゃいからこれ大丈夫かなみたいな、だからあれですよ、すごい自然の中でもう空気が綺麗なところじゃないと見れない、見えない見えない、そういうやつですかね、もうその時にここ埃溜まってたんで見えないみたいなこれそうですね、これ部屋全体のルーム、ディフューザーか、あ、ディフューザーですね、ディフューザーですね、そうですね、これはもう部屋入ったとこのなんか出入り口の近くに置いとくと、人のこの移動で匂いがこうちゃんと止まってくれるんで、これ結構いいですね、なるほど、すごい気を使ってますね、なんか匂い好きなんですよね、いい匂いするのが、臭い匂いが嫌いじゃなくて、臭い匂いはあんま好きじゃないですけどいい匂い好きなんで、ちょっと部屋の中にはちょっと広めたいなと思って、はい、こういうのなるべく置くようにしてます、はい、ここですね、こう集まって でこうやって、これはなんか、あ、もう絶対 こだわりがもう早速見えてますけど、そうですね、車好きなんですよね、車好きなんですね、車好きなんですよね、これワイルドスピードっていう、はい、もう皆さん多分ご存知だと思います、これも主人公死んじゃったじゃないですか、あ、そうなんですよ、ポール・ウォーカー亡くなっちゃったんですけど、うん、まあ、その多分作中に出てきた車たちが3台、うん、これスカイラインバージョンとこの、はい、まあ、アメ車バージョンみたいなのがあるんですけど、お、そのスカイラインバージョンがマジで人気で、あ、すぐ亡くなっちゃったんですよ、あ、そうなんで、これもマジギリギリで手に入れてっていう感じなんで、それぐらいちょっと反響が大きかった確かやつなんで、うん、まあこれ手に入れられただけでもよかったかなみたいな、これはですね、ちょっとあの、はい、ケーブルケースっていうんですかね、ああ、ケーブルの、そうですね、ここにこういろいろ、でもなんかおしゃれじゃないですか、あ、本当ですか、ちゃんとなんか整理整頓されてます、そうですね、ちょっとケーブル関係あんまぐちゃぐちゃするの好きじゃないんで、ああ、僕もですねこういうなんかまとめるやつ買ったりして、てかまとめるやつもおしゃれじゃないですか、これ塗っちゃいいんですよ、これ100均じゃないです、これなんだっけな、これ何ですか、楽天じゃないか、アマゾンか何かで買ったんですけど、多分2つセットで300円とかです、はい、あ、安いですね、安いです、安いです、この深緑フェチにはたまらない、たまんない色ですよね、これすごい、これいいんですよね、でこれなんですか、パソコンですか、これが MacBook Air ですね、これが僕の、あー、なるほど、お、なんかすごいおしゃれなカスタムが、これはですね、そうなんですよ、はい、なんかラプラスっていう、はい、なんかあのスキンシールっていうのを貼って、はいはい、ちょっとオリジナル風にカスタムしたやつなんですけど、うん、カーボン調ですね、そうですね、これがまたすごくよくて、この細かい傷っていうのはつかないんですよね、下に置いた時とか、はいはいはい、あとなんだかんだこう手でこうやってこう打つじゃないですか、ここにこう手垢がついたりするんですけど、そういうのもこれでちゃんと防いでくれるんで、そうなんですよね、で画面もめっちゃ綺麗なんですけど、ホコリが一切ないじゃないですか、あ、これ多分結構前の Mac か何かのデフォルトの画像なんですよね、確か、あ、そうなんですか、確かそうなんですよ、見たことなかったです、そうなんですよ、これなんかその元画像があってちょっとダウンロードして、はい、もう全部適用してますね、すごいこれ大好きなんですよね、キーボードとかもピカピカじゃないですか、これつい最近までキーボードカバー使ってたんですよだから綺麗なんですよねてかめっちゃ綺麗好きですよね、そうですね、割と身の回りのものは結構綺麗にしておきたいみたいなのが、素晴らしい、あるんで、その断捨離する前はごちゃごちゃしてたんですか、
あでもそれでも整理整頓されたんですね。整理整頓はしてないんですけど、はい、クローゼット開けるとワオーみたいな。なるほど。そういう感じだったんですよね。はい、そういうなんかまあ今と比べたら当然この部屋に出てるものも多かったと思いますね。ああなるほど。でもやっぱり断捨離した後はやっぱりこう部屋自体もスッキリしたし、クローゼット開けても、はい、おー気持ちいいねみたいな。やっぱそういう風になったんで。置いてあるもの一個一個気持ちいいですよね。そうですね。本当に。ルービックキューブあるじゃないですか。そうなんですよ。これ自分がやったんですか、よっちゃんがやったんですか。あ、そうですそうです、自分で。これ高校生の時にめちゃくちゃ練習したんですよ。キューブの動かし方っていうんですかね、こう動かしてこうするとここにあったキューブがこっちにはまるみたいな。ああ、それ、そうです、そういう法則があって、それを理解すると、はい、結構簡単にできちゃいますね。なるほど。うわ、いいや。ん、しまった、違ったな。ちょっと待ってください。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、それました。それました。これ欲しかったんですよ、バンカーボックス。気になってるんですけど。これいいですね。今読んでる最中の本とか、ちょっと文房具関係が入ってますけど、ちょっと適当に。ちょっとぶっ込みスペースですね。割とこれはぶっ込みスペースですかね。自炊します？自炊はまあそうですね、たまにしますね。あ、たまにします？たまにしますね。常にはしてないですね。大体納豆とか。そうなんですよ、納豆とかメカブとか。おしゃれですね、これも。なんかおしゃれなやつだけ取っていてあるんですか。そうですね、これおしゃれなやつだけ取ってあると思うんですけど、ね、あとこれうなぎとアロースとか。はいはい、これ結構なんかしっかりしてるんですよ、これショッパー自体が。なんでこれにちょっとなんか小物入れて持ち歩くとか、これ結構できるんで。はいはい、これ、だからこういうのちょっと取っといてあるんですよね。でも洋服結構好きですか。洋服好きですね。あ、そうなんですね。洋服すごい好きなんですよね。へえ、何ですか。なんかもともと学生してアパレルでアルバイトしてるんですよ。そうなんですね。そこで洋服に目覚めて、あ、洋服すごい好きになったんですよね。これまたショッパーで、あ、じゃあこれは冬物とかシーズンオフの服が入ってますから、ね、あ、なるほど。あんまりこう段ボール直接服入れるのってよくないらしいんで、はい、今この100均でなんかこういうケースみたいなの買って、それに入れて段ボールに収めようしてますね。あ、なるほど。でこういう虫粉なずっていうんですかね、こういうの入れて、あ、はいはい、でなるべくこう通気性のいい場所に置いといて、そうすると服全然傷まない。傷まない。傷まないんで、保管方法としてはベストですね。なるほど。はい、でも綺麗ですね。そうですね。これ掃除してるんですか。あ、そうですね、食器洗った後は必ず拭くようにしてます。なるほど。あんまり水しか赤ついちゃうのもあれかなっていうので。はいはい、めちゃくちゃ運気のいいやつですよ。これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ、すいません、これこのなんていうんですかね、このディスペンサー、これすごい、これニトリで買ったんですけど。え、ニトリ見えないですね。見えないですよね、うん。これニトリで、まあ、多分800円とか900円ぐらいで売ってるんですけど、はい、こっちの洗面所の石鹸もあるんですけど、これで統一してて、これなんかこう、はい、このシンクの色と合ってすごくいいんですよね、うん。ちょっとこのなんか若干あ、でも整理されてますね。本当ですか。若干ぶっ込んだんですけど、うん。ご飯はもうそうですね、大体週に1回まとめて炊いて冷凍しといて、はい、あ、なるほど。で、冷蔵庫の中にあるおかずで食べるみたいな。いいですね、うん。ちょっとそういう感じで生活してますかね。ここがそうですね。あ、はいはい、はい、靴入れって感じですね。うわー、っていうかここもなんかおしゃれですよ、中。本当ですか、うん。ありがとうございます。これはそうですね、スタンスミス。あ、そうスタンスミスですね。多分普通に売ってるスタンスミスより、うん、結構自分革っぽい。そうですね、磨いてるんで。これ本革のスタンスミスで。はい。なんかこれ前おばさんにもらった。うわ、おしゃれ。靴磨きセットで。定期的に磨いてるんで、多分市販のやつより多分ピカピカになってますね、うん、めっちゃピカピカですね。そうですね、すげえ、ただのスタンスミスじゃないっていうのは。そうですね、わかりました。で、ちょっとこの部屋も若干気になってるんですよ。これはこっちがトイレ、トイレで、こっちが洗面所ですか。あー、なるほど、なるほど。どっちか行きましょう。じゃあ洗面所、洗面所から。はい、わかりました。行きます。あ、広いですね。そうですね。とかここも綺麗ですね、本当に綺麗。ありがとうございます。毎日掃除します。そうですね、この辺とかあんま汚れるの好きじゃないんで、はい、基本的に毎日か2日に1回とかには拭くようにはしてますね、はい。で、ここもすごいおしゃれじゃないですか。ありがとうございます。そこも統一感ですね。統一感ですね。統一感ですね。これもニトリですね。ニトリですね、これなるべく安く済ませてますね。なるほど、はい、綺麗ですか。ありがとうございます。掃除してるんですか。これもそうですね、定期的に掃除はしてます。まあそんな短い周期ではやってないんですけど、はい、週1とかでは必ず汚れは取るようにしてますから。すごい。まあ、トイレですよね。トイレです。普通のトイレです。広くないですか。広いかもしれないですね、確かに。2、3歩歩けるじゃないですか。歩けますね。あれ、そうですね。ついこの間買ったんですよ。あ、そうなんですか。スリーコインズで。スリーコインズで。はぁ、あ、コスパいいですね。コスパいいですよ。1個300円とかなんで。
うわぁ、なんかおしゃれだな、本当に。前までここになんかあのちょっとおしゃれなショッパーに、はい、なんかあのトイレットペーパーのストックとか入れてたんですけど、あ、なるほど、ちょっとなんか圧迫感があったんですね。あ、色もちょっとダークブルーみたいな感じだったんで、はいはい、なんかちょっともうちょっとスッキリさせたいなと思って、はい、でちょっとあれに変えたって感じですかね。なるほど、はい、すごい。で、大事にする前ってどういうその生活だったんですか。自分の生活としてはなんかその資格が浮かんだみたいな。そうですね、なんか資格の勉強ずっとしてたんですけど、はい、なんかちょっと部屋のごちゃつきがやっぱりあったりして、うんうん、なんかそのちゃんと集中できてなかったってなんですよね、はい、っていうのでもう全然結果が出なくって、はい、もう落ちに落ちまくってどうしよう。そうなんですか。そうなんですよ。そのタイミングでショッピーさんの動画に出会って、はい、でなんかそのではその動画を見てミニマリストになりたいと思ったんじゃなくて、はいはい、その目の前のことに集中できる環境を作ろうっていうところに惹かれたんですよね。なるほど。ああそういう考え方があるのかって、そこに目を向けたこともなかったんで、うん、やってみようと思って、はい、もうブワーって一気にその部屋のものを一気に6割とか捨てたりして、はい、でそこからまた同じように勉強を取り組み出したら、なんか集中できる度合いが大きく変わったんですよね。でそこからぐんぐんなんか自分のこのできる範囲っていうのが広がっていって、はい、もう結果が出始めて、はい、目指してた資格にもボンボン合格して、はい、そうです、卒業の時には目指してた資格全部取ることができたんで、はい、全部全部ですね。じゃあその中で簿記でしたっけ。あ、そうですね、簿記ですね。何の簿記でしたっけ。日照簿記1級とか。すごいですね。へえ。そうですね、なんかそういう感じのいくつか取って、うわ羨ましいですね。日照簿記なんて取りたくてもみんな取れないって思ってるんですよ。いやそうですね、自分でも結構苦労した身なんで4回受けてるんで。4回ですか。4回受けてるんで。なるほど。結構やっぱり何回も心が折れそうな感じですよね、はい、いやでも僕もあの社会人になってシステムエンジニアなんで、はい、SE もやっぱ資格多いんですよ。多いですよね。やたら多くて、うん、半年に1回何かしらみんな取ってる感じなんですよ。はいはいはい。で僕も受けてましたけど、はい、やっぱ会社員で仕事しながらだったんで僕も4回ぐらい落ちましたよ。あ、やっぱそうですよね。心折れそうになりました。折れますよね。で今この部屋が集中できる環境っていう。そうですね、集中できますね。いいですね。じゃあこれからよっちゃん何に集中していきたいですか。そうですね、まあ仕事もそうですし、うん、まあ副業もちょっとやってたりするんで、あ、はいはい、そういうところにも集中していきたいかなっていう感じですよね。いいですね、はい、楽しみですね。ちょっとよっちゃんのルームツアー今回してもらいましたけど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回の動画見てちょっとでも参考になってくれたと思っている方はグッドボタンとチャンネル登録ボタンポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。